どうも皆様、おはこんこんみつキックバスターです。ハードコアメガ続きやっていきましょう。さあ、開発とかはしたっけな。前回やってやったんだっけ、覚えやったけど、あれか、装備したんだっけな、確か。ああ、なるほど。これはまあどっちみち解放できないから一緒か。武器もそうだもんね、解放したもんね。特殊武器もキャノン砲か。一応作っとこっか、キャノン砲。 XMA2 キャノン砲で、サブ武器にキャノン砲つけときますか。いや、いいか、しゃ、いや、せっかくだし使おう。アイテムも特になかったよね。覚醒兵装は確か前回見せたし。行きましょう、ミッション。4-1、周囲 A のケースに成功した HC 社は中継ステーションに帰還する準備を整えつつあった。しかし同じ頃、火星の陰に潜んでいた悪魔、スティールドーンがその全貌を表そうとしていた。オルクシ上空 HC 社機動部隊の寄港中。なんで噛む？今めっちゃ喉の調子良かったんだけどな。オルクス管制センターから承認を得ました。ドームを離れた地点で 上昇に移れます。補助なしで体験外離脱すんの初めてだぜ。かっこいい。え、体験外ってことは宇宙か。混合ヒーローの最終話はまんまだな。変形体験を突破するぞってさ。わかるガーキン、この血が騒ぐ感じ。変形 ULF のガイアのような感じでしょうか。違う違う、あれはちょっとリアルすぎるよ。もっとこう、はあ、困らせんな、金ちゃんを。君たち傭兵は契約の心配ばかり、融通が全く効かないな。怒ってる。どうした、いきなり。どうしました、隊長。周囲はオルクスの行政区に送ってほしいそうだ。オーダーにない話に関しては俺に直接の決定権はないんだがな。行政区、 UNF の連絡局がありますね。彼女の掴んだ情報と関係があるのかも。理由については何も。まあ、我々は傭兵という身分だ。彼女も慎重になるだろうよ。しかし、UNF が彼女の護送を我々に言明しているのも、その情報が重要である、あるがゆえだ。彼女自身も分かっているだろうに。独断行動は情報部員の修正ってとこでしょうね。長期で通信がまだ回復していない。ナンシーと連絡が取れたらいいんだが。たださ、これからの夢とかある？俺はただ自分が得意なことをやっていたいだけだ。今の仕事みたいな。俺はさ、小さい頃から憧れてたんだよ。前の戦争で活躍したヒーローたちに。ピカピカ光る勲章も、俺だけのロボットのかっこいい塗装も、実はどうでもよくってさ。ただ、みんなが平和に暮らせることさえできりゃいい。それが一番の夢だな。いいやつじゃねえか、お前。傭兵のくせに世界に平和をもたらすのが夢。あなたたち傭兵は自制にただ流されるだけ。私たちからすればスティールドーンの連中と何も変わりはない。ただの戦場の寄生虫じゃない。火星植民地が危険にさらされてるっていうのに、あなたたちは。なんだなんだ、見ろ、市内で爆発が。スティールドーンか。所属不明の航空機を発見、急速に接近中。なんだ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 。せっかくエドガーが夢を語ってんのにさ、邪魔すんなって。何、お前アシュタロンか。いてー、やめろ。反撃だ、反撃しろ。いけいけ、くらい。ほら、対空機銃。あ、まあそうだよね。なんかモビルガマン、ちょっとそれはあかん。あ、意外とちっちゃい。いや、まあそうだよね、戦艦とモビルガマンみたいな。やばいやばいやばい、それはあかんって。ああ、なんてことしやがる。ああ、ああ。セントラルパーク、緊急ランディングポイント、されさを。いや、もう、めんどくさい。機能不全。機関砲、および艦載機はアクティブです。タレサ、エドガ、散開して警戒を頼む。よがいっす。UNF と連絡を取ってくれ。エドガ、行こうぜ。急ぐ。お出ました。サンダーボルト、迎撃する。あ、こっちもあった。発信しました。各機、援軍の到着まで輸送機を守れ。オッケー。オッケーです。
この野郎殴りは早い。ダメです、全ての二次回線がジャミングを受けている模様。こっちは来なさそうだな、ならまだいいや。いてこの野郎、いていて後ろ、こっち来んのかよ。権限を私に、手動で操作する。来ないと思ってたのに。あー外す、格闘わかんねえな、やっぱり。今度はロボット軍だ。くそ、この野郎、この野郎、この野郎、邪魔すんな、邪魔するんじゃない。ほら、よいしょ、ほら、あ、こっち、うん、ちょい、ちょい、この野郎邪魔すな、ほら、よいしょ。忙しい、忙しい。すまん、調整にちょっと手間取った。おお、お、マジで、うおー、かっけえ、オリスさん。守りに行くぞ。オッケー、任せろ。最初はやらせねえよ、この野郎、エルゴはもうやらせねえよ。いて、お、なに、なんか違う武器使ってる気がする。あー、なんか出たよ、もう。オッケー、ちょっとやばい、この野郎、どけ、ほら、新たな敵が接近。なに、うわー、やめろ。あー、隊長、隊長、こんな野郎、この程度心配には及ばん。ほい、あ、ちょ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 、やばいやばい。よし、撃つ。ファイヤー、もうちょいなんかあったけど、あったと思うけど、いて、あ、ちょ、違う違う、よいしょ、ほら、この野郎、ほら、ちょっと待って、よいしょ、久しぶりにガードしたわ、ちゃんと。敵対勢力、攻撃を中断しました。うん、緊急事態だ、お前らのメカを少々借りるぞ。アイラさん、いや、助かる。何事だ。助かるけど、どこ行くんだ。キルナチョイが予備機にて離脱。おいおいおい、タレさん、早くキルナチョイを連れ戻せ。了解、了解した。あ、ちょっと待って、なんだ、ここまで逃げれば安全だと思ったのに、大量のテロリストに遭遇するだなんて。連邦軍のフィリッポフ大佐のおかげで盗作戦に紛れてここまで逃げてこれたってのに。大佐に会う機会があったら俺の感謝の気持ち伝えておいてくれよ。了解した、慎太郎。オッケー、分かったぜ慎太郎。間違えて間違えて、なんでなんで、違う違う、やばいやばい、危ねえ危ねえ危ない危ない。この野郎、この野郎、あ、そうか、ダメだ、空砲になるのか。おお、なんだなんだなんだ、あ、ダメか、あ、超えられねえんだ、痛い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 、ちょっとやべえぞこれ。あぶねえ、なんかあるけど、あ、不発弾か、なるほど。
でね、違う違う、おっと、これでいいのか。あ、ほんとだ、スホーイフィリポフ、フィリポフってちょっと言いづらいんだけどな。あー、撃破されてはいたけど、まあ大丈夫そうかな。よし、よかった、回復装置ありがて、ボスの予感がします。ちょっとだ、危ねえ、いらん爆弾で、爆弾つうか地雷で食らいたくないんだよな。邪魔するんじゃない、この野郎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 、危ねえ。 OK、 何、なんか狙われてるよ。貴様か、ほら、よいしょ、さよなら。危ねえ、記念碑の名盤、違う違う、一体よいしょ、出て出て、ふん、 OK、 いやー、地雷やだな。あー、ほい、これぐらいは余裕ですよ。ちょっとライフル、副武器は、副閉鎖を持っとこう。痛い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 、やばいやばい、危ねえ危ねえ危ねえっつ、ふんふん、よし、バイバイ。あー、痛い痛い、違う、そっちじゃない、よいしょ、さよなら。やばい、言った、ほい、よいしょ、コインを集めとく。いたいたいた、よいしょよいしょよし、またね、気を見て必殺技を使いましょう。おっと、町の状況も芳しくないな。おお、いや、あれか、避難誘導か、そうっぽいな。攻撃はできません、ガードはできる。対装甲地雷、OKかな、よし、おっと、なんかいる、なんかいた、なんかいた、ちょっと待って、注意しよう。はい、回復。なにこれ、かっこいい。市民の皆さん、直ちに最寄りの避難所へ退避してください。なんかシビリアンアストレイみたいな感じだな、かっこいい。おあ、ドーンと派手にこいつらか、パトカーン。民間人への無差別攻撃だと、戦況の混乱が目的か。ほら、何やろ、バカ野郎、ちょ待って、上向けない、バカ野郎、いて、バカ野郎、一般人撃つんじゃねえ、バカ野郎。お、なんだ、
クソ、電波干渉のせいで市外の基地と連絡が取れん。失敬と思う麻痺状態だ。援軍を期待する場合じゃないだろう、市民の安全が最優先だ。これは違うの、この野郎。するか。おっとい、やらせねえ。市民はこのタレサーが守る。間違えた。ちょっと待って、ちょっと待って、違うんだ。暴発した、暴発した。最悪、バカ。こんなとこで撃っても何もないだろう。やーべえ、手当たっちゃったんだよな今。誰か助けてくれ。ここから出られないの。おっと、これはどうしたらいいんだ。さらに多数の敵を確認。前方のビルにはたくさんの市民が閉じ込められているんです。支援を要請中、援軍が到着する。ああなるほど。ケイ、違う、あ、ちょっと待って、ちょ待って、違う、ちょっと待って、もうねろ、やばいぞこれ。あっ、なんだよお前は、いて、やめろ。こいつ結構強い、この野郎。ケイ、ここでオッケー、あ、よし、すぐに連合軍の助けが来る。あー、守る系は苦手なんだよな。オッケー、なんもないね。なんもない。お待ちください、アイラタニア、キルナ注意。おいでお戻りください。俺たちは任務を遂行しなければならない。任務、私にも私の任務がある。あなたたちに賞金ごっこに付き合ってる暇はないの。待ってください。ああもうなんだあの人は、気が強すぎる。レベルアップで、取れない、武器が取れない。ああ消えちゃった、まあいいか、しゃあない。そっか、副兵装キャノンにしたんだわ。ついつい格闘の方が楽だからね、つい殴っちゃうのよな。はい、じゃあ修理します。よいしょ、助けてー、ぶっ殺すくらい、この野郎。重い、処理落ち、この野郎。やめろ、それはひどいぞお前ら、マジで。それだけは絶対許すな、それはダメ、マジでお前本当に非人道的だなやってること、マジでなんだこいつら。やめろ、ああ守れなかった、マジか、本当に本当にいい加減にしろこいつら、マジで。僕は怒ったぞ。よし、オッケーじゃねえし。テロリストは容赦しねえぞこの野郎。おお、味方が。待て、守ってやる。違う、間違えた、また間違えたよ、これ当たんない距離じゃん。なんかうまくいけ、これなんだ
正体不明。モノレールの軌道に沿って移動中の模様。いっぱい見るとかあるの大変だ、こりゃ。ちょっとここまで全部必殺技空振ってんのが悲しいんだよ。 OK、 かいく。お、電子ドッグタグリバーフォレスト、なるほど、調査。おお、なんだイベント。邪魔するやつを全員引き連れしたら、うわ、ボスバトル。てこの野郎、ほら、くれくれ、ミサイル。ほら、この野郎、くれ。いっていって、トンネル、なんかでかいのがトンネル、痛い。いって、やば、あのパンチ。いって、この野郎。いって。くれ、ほら、合わせ技。地雷置いてくんな、なんだよ。いって、あー、痛い、ミスった、ミスった。こっちだね。やばい、今のは普通に場所ミスった。高さが合わねえ。乗ればよかったな。何もできてねえ、やべえ、本当に。いて、あ、でももう死にかけだ。 OK、 倒した。いや、地雷が厄介、一番きついの地雷かもしれないわ。来たぜ、ありがとう。隊長の容態も今安定してる。ヒバリもしばらく安全だ。よかった。キルナ中尉は行政区画に直行した。俺たちも追わなければ。エドカ、どうした。あそこの建物に女の子が火に囲まれてる。あー、マジか。泣かないで、ほらおいで。ロボットの手のひらに飛び込んで。いけ、もう大丈夫だよ、ちゃんと守ってあげるから。エドガ、いいやつ。俺はエドガ、君のお名前は？エイリー。そうなんだ。俺の妹の名前とよく似てる。エイリー、君の家族は？お父さんはあっちの駅。こんなところで。一人で何してたの？クマさんお家にいます。あー。よし、今お父さんのところに連れてってあげるね。たださ、俺この子を送ってくる。すぐに戻るから。ちょっと嫌な予感する。なんかフラグじゃない？あ、気をつける。あ、お父さん、あれお父さんの車。ありがとう、江戸川お兄ちゃん。このクマさんは私の宝物なの。江戸川お兄ちゃんにあげる。ありがとう、エイリー。もう一人になっちゃダメだよ。よし、そろそろ行くぞ。妹、いたんだな。いくつだ？ああ、もういないんだ。すまない。いいさ、もう何年も前のことだ。たださ、UNF が市民の避難誘導に人手が必要だって、手伝いに行ってくれよ。ダメだ。まだ俺たち任務は終わってないぞ。ここで気を取られてる場合じゃない。あのテロリストたちは人の血が通ってない。俺たちが何とかしないと、もっと多くの人々が死ぬ。俺たちの任務は注意を無事に確保して連れ戻すことだろう。彼女は一人でも大丈夫さ。たださ、俺たちは何の武器も持たない市民を守るべきだ。それは軍人の任務だ。俺たちは自分たちの仕事を優先しなくて。分かったよ。何年も持たず、積もり続けた石化が雪崩となって全てを押し流すとき、全ての石化に等しく責任があるんじゃねえのか。何？めっちゃ意味深なんですけど、どうした？うわ、すげえ報酬。いや、エドが意味深だな。カスタマイズ関連は？開発は何かある？あ、武器性能が。お、覚醒兵装。エナジーブレードスレイヤー。一時的にエナジーブレードジェネレーターリミッターを解除し、広範囲にダメージを与え、斬撃を放す。あ、オッケー。僕多分こっちの方が使えそうなんで、こっちにします。
何スマートミサイル一応作っとくか。これで覚醒兵装をエナジーブレイドスレイヤーに切り替えます。あーいいね、結構便利そうだなこれ。副兵装はショットガンにしとくか。僕のね戦い方からしてちょっと格闘が封じられるのは若干しんどいんでね。はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。次回の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。シェパードを狩るキルナ中尉を探すべくオルクス市の激戦地へと向かったタレサ。 UNF と協力し市民を守るため、スティールドーンの魔の手が町とタレサーに襲いかかる。次回トライアタック。最後までご視聴いただきありがとうございました。お帰りの際は画面下のチャンネル登録ボタンを押してください。あるいは高評価やコメントよろしくお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。